ということで、まあ、夏場はちょっときついなと思って、前回っていうか、まあ、あの熊本の納品の動画見てもらった人は分かると思うんですけど、僕サキュレーター持ってったんですけど、サキュレーターだと電気の杭がすごくあの消耗が激しいんで、これを今回ね買ってみたんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、すごく軽いものなんですけど、裏にね、よいしょ、スイッチがこうあって、これがオンになるんですけど、でここに USB の C のタイプの線が入って充電できる充電タイプなんですね。で、まあ通電しながらも使えるってやつなんだけど、1個つけます。まあこんな感じの音で見えるかな、 100% って今出てますよね。あの残りの電池の残量の表示がされるという感じで、結構涼しいんですよね。でこれだけじゃまだ物足りないところで、この右側のボタンをポチッと押すとですね、ミストがねここから出るんですよ。分かんないかな、映ってます、映ってるかな、映ってることを祈る。結構涼しいんですよ、このこれだけでもかなり涼しいでしょ。もうこの辺やっちゃうとね、もう手が冷たくなるぐらい、結構冷たくて涼しい。でこういう感じでつけてやると、で今33度、室内温度33度あります。多分外気が31だと思うんですけど、30か31ぐらいで、風量が今1で2、これブルーバーがね、こうちょっと上向きになるぐらい、まっすぐ見えにくいかな、まっすぐとこう上向くっていう感じ、すごいなさ、見えにくいかもしれないけど、で上向きにしましてやればね、次33でも結構うるさいかな、やっぱ。で、もう一個押すと止まる。で、まあ、つけます。ミストつける。2ぐらいにしようか。長押しすると、長押しすると、こう動くんですよね。首振りっていうのかな。そんなに速いスピードではないですけど、ね、ゆっくり動いてくれる感じ。感じなんですよね。まあもう下がってますよね。32.8、0.2 下がったらない。扇風機のボタンを2回押すとランプがつくんですよね。ちょっとじゃあ閉めて。こんな感じ。だからこんだけ中真っ暗にしても。まあ、ちょっとした明かりがついてればね、なんか手元でこう見えるかなっていう、何も見えない見えるかなっていう感じにはなれますよね。あ、まあ、カチカチってこうで水なんだけど、水入れるんですよやっぱりね。ここでパカッと開ける感じで、で入る量はねそんなに入んないですよね。もうだいぶ減っちゃってるんだけど、で中に入ってるこれがあの製氷機みたいな、あの要は氷を作るための製氷皿っていうのかな、が入ってるんですよ。でこれをね、水入れて冷凍庫に入れといて、でこの中やるとより冷たいやつが出るよっていう感じなんですよね。でこれのいいところがね、ここなんていうのパッキンがちゃんとしっかりしてるから、水漏れがしにくい、まあ、しないとは言い切れないけど多分ね。で結構キュッと入るから、例えばパタンってこう倒れちゃったりするじゃないですか、そ
そうするとこうなんていうのバタバタバタって垂れちゃったりバシャーっていっちゃったりするタイプもあると思うんだけど、それがないんで、だそういう点ではね、車の中積んどいてもね結構いいのかなと思いますけど。これ買って正解だったんだ。そんなに高いもんじゃなかったかな。まあ後でね、概要欄載せるんで参考までに、ね、いいんじゃないかなと思いますけど、まあ、でもこれからね、おそらくだけど遠く行くと思うんでその時に結構重宝してくれればいいなと思うんですよね、これからの時期ね。これからまだね、ちょっとやることあるんですよ、実はこれだけじゃないんですよ。あ、ちょっとおまけね、まあ、さっき言ってたこのバーなんですけど全部100均ですよ、これ100均の突っ張り棒に100均のスポンジ貼って、で100均のこのフレキシブルアームですか、そんなようなやつをぐるぐる巻きにして、あの竿が通せるようにそんな感じでやってるんですけど、付け根はあの前と変わってないんですよね。この100均のプレートをここのネジ取ってこう付けてみたいな、で中にねあのボルトっていうか、通して、まあ、固定してると。で中にこの突っ張り棒だからバネが入ってるんですよ。それのバネは中外さないとガシャ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 すんげえうるさいんですよ中で遊んじゃって、だから外してやってどっかあのいい位置でビスで止めてやるって言ってここにビス打ったんですよね。だから中の芯とこっちの、まあ、外の芯っていうのがね、外の方を、まあ、ビスで止めてやれば固まるんで、ね、長さがね、だからそれで調整してやってる感じなんですけど、仕事がね仕事が優先な車なんですよ基本的には、ね、遊び要請がめっちゃ多いんですで仕事の時外せるようにやっぱり100均でねこう映りましたねこんな感じで、そのキャップキャップを外してやって、これ何ミリだったかな6ミリだったかな、前の動画でちょっと見てくださいで止めてやるんですよ、全ネジでね。でこれも100均で売ってるやつなんですよ、この引っ掛けられるやつで、まあ、片側引っ掛けてやって、うん、そのうち壊れるっていうことを想定するこれもね長さを決めてでビス止めしちゃってる感じです、うん、で中のバネは外しちゃってます。これだけでも何本 1,2,4 8本ぐらいは詰めますね普通に。いやもっと詰めるんだけど、あんまりガシャガシャしたくないと思ったら8本ぐらいがちょうどいいかなと思います。あとこれも100均で売ってるやつが、あのベビーカーとかによくつけるやつっていうような、そういうやつをまあつけて、まあ、ここにロッドが入るやつはいいんだけどね、まあ、そこにこうぶら下げてみたいな感じ、安上がりいいな感じ。よし、よし、これで、こっちか。で、こんな作業をやりながらも30なんと、あ、30点、まあ、やっぱ結構下がるんですね。ずっとつけっぱし、ずっと2でつけてたんですけどね、これで映るかな、映ってます、わかる、わかるかな、わかりやすいとこ探してんだけどね、多分これで映ってることを祈るこれをじゃあつけといて作業しますか。